ってまいりました。くまモンがなぜですね、ジンボールの衣装を着ているかと言いますと、今くまモンスクエアではくまモンスクエア文化祭を開催しておりまして、今日でなんと最終日を迎えました。いろいろ今までやってきたけど、そう、何やってきたかな今まで。そう、ドスコイドスコイお相撲しましたね。お相撲だったり、ちょっと影もしたね。あと絵も描いたりしました。さあ、そんな中迎えた最終日、今日はですね、あるゲストの方々に来ていただいてます。よくまもん、あ、どこどこ、そうそう、いよいよですね、大御所の登場でございます。早速ね、お迎えしていきましょうか。ドキドキするね。ドキドキドキ。さあ、もう準備よかですか。じゃあ呼び込んでいきますね。熊本城おもてなし武将隊から加藤清正様と大村義明様です。どうぞ。わー、すごい、拍手でお出迎えください。ようこそいらっしゃいました。ようこそ。わかりました。わしが肥前大村藩初代藩主大村義明である。肥後国熊本城初代城主加藤肥後の神清正である。熱き思いをこの胸に、我ら熊本城をもてなし武将隊。文化祭を盛り上げると熊本城よりやってまいった。ありがとうございます。いい最終日になりそうです。ありがとうございます。では今日はですね、熊本城の PR に来てくれたんですよね。ではまずはな、我々のこと初めての方もおられると思うゆえに、我々の日頃の活動も踏まえてお話をさせていただこう。大村殿。は、改めまして、我々熊本城おもてなし武将隊と申し、今から約400年前、この日の本がまだ戦国の世であった頃から蘇りし物の集団でござりまする。当世に蘇り、熊本城初代城主加藤清正殿の一人、計10名の陣形にて熊本城、そして桜の浜城西を拠点におもてなし演舞というパフォーマンスを毎日披露しておりまする。その他にも各種 SNS を通してこの熊本の PR 活動を行っております。ぜひともこの街お時間がある方は熊本城おもてなし武将隊と検索をよろしくお願いいたします。以上にござりまする。さらには我々が拠点としておる熊本城、震災から約5年の時を経て天守閣完全復活を果たしました。これもひとえに多くの方々のお支えのおかげにござれ、心よりお礼申し上げる。ちなみに新しくなった天守閣、もうすでに一滴たというもの挙手。手を挙げてくれ。熊本城行ったよという方、おおりますな、おりますな。これから行こうと思ってる人、はい、素晴らしい。もう全員じゃな、うん、ありがとうございます。もうね、今熊本城天守閣内部公開の始まり、震災前に行ったことある者たちも多くいると思うが、中が全然違う。展示物も一新。もう2、3時間じゃ見切れんぐらいの、1日かけてでも見る価値のある天守閣の中。さらには足腰悪い方でも登りやすいようバリアフリーで設計されている。400年前は攻めにくい城であったが、当世この令和の世では攻めやすい城となっておりゆえ、ぜひとも足を運んでいただきたい。以上にござる。